ロシア極東連邦総合大学函館校は、ロシア連邦、ウラジオストクにある極東連邦大学の分校であり、日本で唯一のロシアの大学の分校でもある。1994年に設立された。日本では、学校法人函館国際学園により設置された、専修学校ともなっているが、同法人の理事長は、フェフの学長も務めたクリーロフ・ウラジミルが、 法人設立委員2020年4月まで兼任していた。また、函館校の校長をはじめとした教員の多くも、ウラジオストク本校から派遣されているなど、名実ともに極東連邦大学にある8つの分校の一つである。ロシアでは国立大学及び連邦大学である極東連邦大学の正規の分校として認められている。日本では、 専修学校として認可され、外国大学の日本校としても指定されている。1994年4月に、ロシアの極東国立大学の文校である、ロシア極東国立総合大学函館校として開校し、ロシア言語文学部、ロシア語専攻コースを開設した。この時点では、ロシアの大学としては扱われていたが、日本では学校教育法に定める学校や、 専修学校、各種学校のいずれとも認可されておらず、日本の法令上は、いわゆる無認可校として扱われていた。これは、この当時に、日本に設置されていた、外国大学の日本校としては、一般的であった。1996年4月、日本において、学校法人函館国際学園が設置する、専修学校ファーイースタンステートユニバーシティ、函館校として、 改めて発足、一般的な学校名としては、ロシア極東国立総合大学函館校のまま、変わらず、ロシア言語文学科、ロシア語科を開設した。専修学校として認可された1996年度以降に入学した、ロシア言語文学科、ロシア語科を卒業した学生には、専門誌の称号が付与されている。これにより、 日本の大学への編入学が広く認められている。1999年度、ロシア地域学科を新設、同学科を卒業した学生にも専門誌の称号が付与される。これに伴い、ロシア言語文学科は前年度までで募集停止。2005年度以降に、ロシア地域学科を卒業した学生に、高度専門誌の称号が付与される。これにより、 日本の大学院への入学も明確に認められるようになった。この他、ロシア地域学科を卒業した学生には、極東連邦大学より、ロシア連邦教育科学省認定の卒業証書、及び、ロシアの学士号が授与される。2006年6月23日付で、日本の文部科学省より、外国大学の日本校として指定された。これによって、 日本の大学との単位互換や編入学等において、日本の大学と同様の取り扱いを受けられることが多くなった。2007年4月1日付で、先修学校としての学校名を、先修学校ロシア極東大函館校に変更した。2011年1月1日付で、一般的な学校名を、ロシア極東連邦総合大学函館校に変更した。 前年に極東国立大学が極東連邦大学に改祖されたことに伴うもの。ロシア政府出資の対外文化普及のための組織であるロシアの世界基金による函館ロシアセンターが函館構内に併設されている。現在50カ国以上に設置されているロシアセンターのうち CIS 諸国以外では世界で初めて設置された。 ロシアの文化普及の一環として、図書館、マルチメディアセンター機能を持ち、ロシア関連の多数の書籍や DVD、CD などが備え付けられている。普段は、函館校の授業でも利用されているが、開館時間内であれば、図書閲覧などの一般利用も可能である。日本国内には他に、東京都八王子市の総価大学内に、総価大学ロシアセンターがある。函館校は、 函館市国際交流施設に所在しているが、同じ建物内に在札幌ロシア連邦総領事館、函館事務所が入居している。函館市が幕末からロシアと交流を続けている歴史があり、また、函館港が所在していることもあり同じ建物内にロシアの領事施設が入居することになった。その縁もあり、函館事務所長の交代着任の際には、 函館校の学生が歓迎の儀式フレップソリを行い、また、函館校の行事である例や、函館ロシア祭りには、函館事務所長が参加するなど、函館校との間で活発な交流が続いている。ありがとうございます。